があるんですね。コロナ禍になる前は1日5回公演していたんですけど、はい、あ、今1回目半から始まるんだ。これで1回公演1回目なんですか。1日、例えばファースト公演に入ったらもうこの値段で全部見れます。じゃあ私だったら女性割が効くんで4000円でマックス4ステージ見れるってことですか。そうです。本当に痛い放題って感じです。すごいサブスクみたい。セクシーサブスクですセクシーサブスク。ちなみにこういつから劇場でこうデビューされたんですか。私は2010年12月1日の本当ここの浅草ロック座でデビューしました。じゃあ基本的にはもう11年間ここがメイン。そうですね、あのロック・ザ・グループの劇場っていうのがここの他に横浜ロック・ザ・川崎ロック・ザ・新宿ニューアートっていう劇場もあるので、はいはい、あのロック・ザ・グループの劇場を主に回ってます。ロック・ザ・グループっていうのがあるんですね。はい、こうデビューされるまでって規定とかあったりするんですか。こうでき何ができるようになったらこうデビューできるとか。あ、準備期間とか、特にないです。あ、そうなんですか。はい、ストリップってで、はい、あの私たちダンス経験がある人の方が少ないんです、はいはい、なのでできない人もデビューします。そうなんですね、はい、やっぱちょっと自由度が高めな感じ。そうですね、ただ、はい、あのストリップって踊るだけじゃなく見せるっていう部分も本当に大事なので、はい、表現力とかもそういった部分は踊れなくても見せ方でいろいろ、はい、伝えられたりするので、あとはお客さんたちなんかは踊れない子の成長も楽しみにしてるので、成長過程お客さんたちは楽しんでます。アイドルに近いこう応援の仕方っていうのがあるんですかね。そうですね、あの会えるアイドルって元祖って言われてるんですけど、そうなんですね、ストリップって、はい、ここの劇場はコミュニケーション直接は取れないですけれど、他の劇場だとコミュニケーションがちょっと取れる時間もあったり、差し入れ渡したりとか、そうですね、あったりするので直接会ってお話もできる場もあったり、まあ、浅草ロック座の場合は唯一日本でバックダンサー付きのステージが見られる特別なステージなので、なんか劇場によっていいところ楽しいところなんか見え方が全然違います。この劇場設備も最新のものも揃ってます。歴史もあるけど、そうなんです、最新のものもあるし、他の劇場にはないものが多いです。何があるんですか。まずはこのミラーボールはアジア一大きいと言われていて、アジア一の歌の音めっちゃ大きい。アジア一のミラーボール確かにでかいね。何が違うかっていうと、はい、普通はこういう横の回転しかできないミラーボールが多いんですけど、これは縦回転もしながら横回転もできたすごいですね、これギラギラ。劇場には絶対ないです。はい、これを楽しみにしているお客さんも多いです。そうなんですね。あとはこれが移動盆って私たちが呼んでるものなんですけど、移動盆、盆、はい、前の方に動いて、これ動くんですか。はい、動きながらなおかつこれも回転します。前にね、動いてるね。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの藤田環奈です。ご覧いただいている番組をフルで見られるのはアベマだけ。動画の続きはここをクリック。